はい、皆さんこんばんは。土着園芸の鈴木です。こちらの舞台、ここで、撮影が始まるっていうことは、そうです、熱帯スイレンの、冬越し実験途中経過報告です。早速見てみたいと思います。こちらです。カビなんかはね、もう本当に1日2日で生えてくる時ありますからね。環境さえ整ってしまえば。ですからね、もう2週間近く経つんで、生えてる時は生えてるって感じはすると思うんで、ちょっと早速まずは匂いを嗅いでみましょうか。とりあえずカビ臭くはないですね。いきますよ。なんかカビ大丈夫そうですね。とりあえずですね、カビは生えてないですね。ただちょっとね、葉っぱがね、かなり取れてきて心配な状況にありますね。今回はこいつを一旦もうお別れして、ちゃんとね、今回はフェルトを買ってきたので、フェルトに、変更したいと思います。わさびも新しく買ってきました。分量もね、もう前回で分かってるんで、今回は目分量でいっちゃいますね。もう簡単にね、わさび水作ってきました。フェルトについてはね、わさび水を含ませてギューッとカンカンに絞ってきましたから、明らかに乾いてない洗濯物ぐらいの感じの乾き具合ですね。水をこうやってくるっと巻きまして、これで再度、チャレンジしたいですね。これでね、まあカビ生えてきたら、もうカビ、わさび水効かなかったということですよね。でね、わさびのことね、結構その後気になってネットの方を調べてたら、まあわさびを使ったいろんな、ね、防カビグッズですね、あとわさび自身の効能、まあ、人体に対する効能もいろいろ書かれてはいるんですけど、その中で面白かったのが防虫効果。わさびの成分、このふわーっという香りによって虫が方向感覚がわからなくなるとかっていう症状が出て、虫が嫌がって寄ってこないっていうのがあるらしいんですよ。これはなんか使えるんじゃないかなと思って、夏になってきたらスイレンとかですね、ハス、水生植物、ちょっといろんな種類にアブラムシがよくつくと思うんですよ。でただね、メダカがいる中でこう植物軸にこうね、アブラムシがいっぱいついてて非常に困るなっていうことが起こるんですよね。で人によってはね、こうアブラムシにピピピピって落として、でこうメダカがパクパク食べるのをね、楽しみにされてるって方もいらっしゃいますけど、まあ、皆さんがみんなね、そんなに鳥のある方ばっかりじゃなくて、やっぱ虫は嫌なっていう人もいると思うんですよね。あ、メダカは可愛いしアブラムシ嫌だしどうしようっていう方なんかに、もしね、もしですよ、このわさび水が効いたらなって思ったんですよ。ですから今回ね、熱帯スイレンの冬越しの、まあ、カビ対策用としてわさび水が発生しましたけど、これね、ぜひとも、まあ、これがたとえ失敗したとしても、この春にアブラムシが出てきた頃にね、わさび水でアブラムシがこう逃げていかないかっていう実験もやりたいなと思います。ですからぜひまたね、これはね、わさび水企画としてこうずっと継続していきたいなと思っております。まあこれでも、まあよく考えたら熱帯スイレンの企画ですけどね。まあわさび水はわさび水の企画っていうのをまたこれから続けてやってみたいなと思っております。はい。ですから、わさび水、シュッシュッシュッ、やっちゃいますよ。それでは皆さん、さよなら。